クレーマーことマーク・クレーマーはミュージシャン、作曲家、音楽プロデューサーであり、ニューヨークのレコードレーベル、シミーディスクの創設者である。彼はニューヨークゴング、ショッカビリー、ボングウーター、ドッグボールクレーマーといったバンドのフルタイムメンバーを務め、バットホール・サーファーズ、BA、LL、ウィーン、ハーフ・ジャパニーズ、ファックスなどのバンドとツアーを行っている。 そしてジョンゾーンをはじめとしたニューヨークにおける1980年代のいわゆるダウンタウンシーンの即興ミュージシャンたちと定期的に演奏を行ってきた。クレイマーの音楽プロデューサーとしての最も注目すべき仕事としてはギャラクシー500、ロー、ハーフジャパニーズ、ホワイトゾンビ、グアー、キングミサイル、ダニエルソンファミール、ウィル・オールダム、ダニエル・ジョンストン、ガール、 ユール・ビ・ーイエーウーマン・スーンのカバーでヒットを出したアーチオーバー・キルなどとの作品がある。クレーマーがニューヨークの音楽シーンで最初に経験したのは1979年と1980年にデビッド・アレン率いるニューヨーク・ゴングというバンドで演奏した時である。クレーマーは1979年のアルバムアバウト・タイムの一曲でオルガンを演奏した。 1980年にクレーマーは、デビッド・リクとトム・コラ、ジョン・ゾーンを含む友人チャド・ボーンが率いるバンド、ザ・チャド・ボーンズに参加した。チャド・ボーン、クレーマー、リクとはその後も一緒に演奏し、ショッカ・ビリーというバンドを結成して、1982年から1985年までツアーを行った。路上生活のプレッシャーが、クレーマーと、 シャドボーンの間にある個人的な違いへと繋がっていった。バンドは1985年初めての米国ツアー時に解散した。そのツアーには当時まだ知られていなかったバットホールサーファーズとのテキサスでの短期ツアーが含まれていた。クレーマーはバットホールサーファーズの結成メンバーであるギビー、ヘインズ、ポールリアリーの2人と親密な関係を築きバンドに ベーシストの交代要員として呼び寄せられた。クレーマーはヘフナービートルベースを購入し、1985年にバッドホールサーファーズの現地デビューとなるヨーロッパツアーに参加した。ツアーの後、クレーマーはおじからの5000ドルのローンを使用してノイズニューヨークという名前のニューヨークにあるレコーディングスタジオを引き継いだ。このスタジオは、 国内外のアーティストやバンドの主力スタジオとしての役割を果たし、クレーマーはニューヨークで最も忙しいインディーズシーンにおける音楽プロデューサーの一人となった。ノイズニューヨークでの最初のレコーディングは、バットホールサーファーズによるシングルアメリカン・ウーマンの演奏であった。クレーマーは2年後の1987年にレコードレーベルシミーディスクを設立。 ソングズフロムザピーンクデスを含む様々なアルバムをリリースし、批評家からの高い評価を得た。このレーベルは設立50年もの間、カレッジラジオの各局で人気を博した。シミーディスクのアーティストには、ボングウーター、キングミサイル、グアー、ネイキッドシティ、ルインズ、ボアダムス、デーモンナオミ、ダニエル・ジョンストン、ホワイト・ゾンビ、イエロー・プラスチック・バケット、 ウィーンなどが含まれていた。1980年代初頭、クレーマーはニューヨークのパフォーマンスアーティストであるアンマグナソンと出会い、クラブ57にて頻繁にパフォーマンスを行っていた、彼女の所属バンド、パルサラマのサウンドを担当した。1984年にパルサラマが解散した後、二人はコラボレーションを始め、1986年にボング歌を結成した。 彼らは共にダブルバマーを含む5枚のアルバムをリリースし、1991年の大ヒット曲ザビックセルアウトで最高潮に達した。1991年に彼らは恋愛関係となったが、クレーマーは疎遠となっていた妻と離婚したものの、その時に彼女は妊娠3ヶ月で二人の娘を見守っていた。数ヶ月後、クレーマーは恋愛関係をし、 妻と和解することに決めた。そして、恋愛関係の終わりは、バンドの終わりを意味していた。数ヶ月後、マグナソンはクレーマーに対して、契約違反などを理由に450万ドルを求める、訴訟を起こし、クレーマーはこれに反訴した。その後の法廷闘争の結果、シミーディスクレーベルの財政的不自由が生じ、それが回復することはなかった。訴訟は、結局、 非公開の条件に沿って1997年に法廷外で和解された。クレーマーの初期のキャリアにおける極めて重要な瞬間は、ハーフジャパニーズのジャド・フェアーが彼をペンテラーに紹介した時である。クレーマーは間もなくしてペンテラーによる1987年のブロードウェイ賞でサウンドコンサルタントとして週8回の賞を担当し、 クルーエルトリックス・フォーディア・フレンズスペシャルのために、その音楽を作曲した。1992年、クレーマーは、ペン・ジレットとバンド、キャプテン・ハウディを結成し、ゲストアーティストのデビー・ハリーや、ビリー・ウエストと一緒に、いろいろな音楽を混ぜ合わせたような2枚の CD を作成。どちらもシミーディスクからリリースされた。1997年に、ペンがラスベガスへと、 高級的に移住したことにより、グループは解散した。1988年にクレーマーとフェアーは、クレーマーのシミーディスクレーベルで、レコード、ロールアウトザバレルをリリースした。また、彼らは1998年に再開し、その年のうちにレコード、ザサウンドオブミュージック、アンアンフィニッシュとシンフォニーイン12パーツを発表した。1990年にクレーマーは、ニューヨークの、 小さなピラミッドクラブでライブを行っていた二人組バンド、ビーンに初めて出会った。クレーマーはもともとシミーディスクレーベルのファンであったという二人と友情を築き、1991年のアルバムザポットへと発展したホームレコーディングによるデモ音源をシミーディスクからリリースするよう説得した。1992年、 3人はクレーマーがベースを演奏するイングランドでの短いツアーを行った。ツアーはクレーマーとウィーンの2人のメンバーの性格と創造性の違いによってうまくいかなかったが、ウィーンのバンドメンバーであるミッキー・メルキオンドは2007年のインタビューで私たちはまだ友達ですと語っている。1992年にクレーマーはレコーディングスタジオノイズ・ニューヨークを売却し、 ハドソン川を渡って移動した。その先では最先端の24トラックレコーディングスタジオが建てられた住宅が差し押さえされようとしていた。そこはスタジオノイズニュージャージーとなり、クレーマーは最も有名なガール・ユールビー・エイ・ウーマン・スウムのアジ・オーバー・キルによるカバーなどを含む楽曲をそこでレコーディングし続けた。しかし家族の病気や 個人的な問題がそれから数年にわたって彼を圧迫し、アーティストとしての彼のプロフィール、音楽プロデューサー、そしてレーベル代表としての彼の仕事のバランスを取るプレッシャーは非常に重いものとなっていった。3枚組レコードのボックスセット、ザギルとトリップを含む彼の最高のレコーディングのいくつかをプロデュースしたのはこの時期だったが彼の引き出しの一貫性は損なわれ始めていた。 クレーマーが虚しい希望よりも有能な人手になるで、アローシミーディスクの日々のマネージメント業務を移管する方法を探し始めたのは、この頃のことだった。1998年にシミーディスクと彼のレコーディング施設をニッティングファクトリーに売却した直後、クレーマーは契約違反でニッティングファクトリーを訴えた。そしてすぐ、彼のプロとしてのキャリアにおいて、初めて、 創造的な基盤というものがなくなってしまった。この経験により、彼は感情的に傷つき、すぐに音楽ビジネスから撤退することを望んだ。マグネット氏によれば、彼は1999年11月にザラストツアーオブザセンチュリーと呼ばれた彼の最後のヨーロッパツアーの直後にそうしたという。それは、マグネット氏によると、創造的な失敗と金融破綻であった。 完全な天候を思い描いたクレイマーは映画と演劇に対する人生をかけた情熱へと目を向け2000年後半に映画監督で舞台監督でもあったアーサー・ペンから監督の仕事を学び始めた。ペンが1989年にペンテラー・ゲット・キルドを監督した時にクレイマーは出会っていた。クレイマーはそれから4年間の大部分をニューヨークのアクターズ・スタジオで過ごした。 そこでは、監督を学ぶことに加えて、42番街のアクターズスタジオ、フリーシアターで様々な作品のサウンドデザインや音楽制作を行った。クレーマーのキャリアにおける、この段階は、アーサー・ペン監督のトニー賞受賞作で、アラン・ウェイツとフランク・ランジェラが主演した、ブロードウェイの演劇作品、フォーチュンズ・フールの音楽を作曲した2002年に、最高潮へと達した。 母親のロザリンが衰弱性の脳卒中に倒れ、2003年にフロリダへ行かざるを得なくなったのは、クレーマーがアーサー・ペンの次のブロードウェイ演劇作品のアシスタントディレクターに任命されたばかりの時だった。彼女はその合併症により16ヶ月後に亡くなった。フロリダのフォート・ローダーデール地域に移住した後、クレーマーは2004年から2006年2月まで、 ジェームズ・ランディ教育財団に勤務した。彼の主な仕事は、財団の100万ドルの超常現象チャレンジを管理することで、超常現象の能力を発揮できるすべての人に100万ドルの賞金を授与した。クレーマーはまた、財団のビデオライブラリーを維持し、ジェームズ・ランディの生涯とキャリアに関する最も完全なドキュメントとなっている700本を超える。 アーカイブを VHS テープから DVD へデジタル変換する作業を監督した。クレーマーは、いわゆるスローコアムーブメントの形成に関係している。これは主に、当時の2つの影響力のあるバンド、ローとギャラクシー500のプロデュース作業に携わったおかげである。彼は、世界中の様々なアーティストのプロデュース、ミキシング、マスタリングを続けている。クレーマーは、 フロリダでプライベート CDLP のマスタリング及びミキシングスタジオを運営している。2006年に彼はセカンドシミーという新しい名前でレコード会社への復帰を発表した。2006年10月のデビューリリースは I Killed the Monster 21 Artists Performing the Songs by Daniel Johnston というダニエルジョンストンのトリビュートアルバムであった。そこでは ドット・アリソン、フェア・クレイマー、ダニエル・スミス・スフィアン・スティーブンス、キミア・ドーソン、アールス・スティービー・ムーは、メジャー・マット・メイソンに u s a ジェフ・ルイス、ジョイ・ジッパーなどをフィーチャーしている。2006年にクレイマーは、ドット・アリソンのソロリリース作となるアルバム、イグザルテーション・オブ・ラークスに取り組んだ。アルバムは、2007年9月に、 イギリスのクッキングバイナルと日本のピーバインからリリースされた。クレーマーは彼の作曲によるシングス・ツー・カムを2007年に東京で初演した。毎年この作品を演奏することを壊れ、2008年にテルアビブ、2009年にメルボルン、2010年にパリで演奏している。2008年1月、クレーマーはフェアとのツアーを行い、14市14日間の 日本公演では、ブラザーズ・シスターズ・ドーターと呼ばれる、デュエリング・ベースのトリオに混じりマイク・ワットとサム・ベネットと一緒に演奏した。2012年にクレイマーは、1960年代初頭に、ブリル・ビルディングで書かれた曲のカバーアルバムである、ザ・ブリル・ビルディングを、ジョン・ゾーンのザ・デクレーベルからリリースした。2017年、ザ・デクはこれに続く、ビル・フリゼールのギターワークをフィーチャーした。 クレーマーのアルバムザブリルビルディングブック2をリリースした。また2017年にはクレーマーが新しいバイナル版のみのレコードレーベルシミーマイナス500を発売し限定版バイナルレコードをリリースした。新しいレーベルの最初で唯一のリリースは3度目のジャドーフェアクレーマーによるコラボレーションとなるザヒストリー・オブ・クライングであった。2020年1月 クレーマーは、デビット・リンチ、リディア・ランチ、サンラックスらと共に、ジョイフル・ノイズ・レコーディングスのホワイトラベルシリーズにおける12名のキュレーターの一人に選ばれた。ジョイフル・ノイズ・レコーディングスは、2020年4月29日、クレーマーを彼らの2020年アーティスト・イン・レジデンスに指名し、同時に彼のシミーディスクレーベル復活のためにクレーマーとの新しいパートナーシップを発表した。 新しく復活したレーベルの最初のリリースは、クレーマーによるイギリスのボーカリストであるザンタイラーの新しいレコーディングプロジェクトの3つのシングルであり、その後に彼らのデビューアルバム、Songs We Sang In Our Dreams というタイトルが続く。AIR シリーズは、クレーマーによるプロジェクトの5枚組 LP、ボックスセットの登場を迎え、新しいシミーディスクレーベルの活動を正式に開始する。 ありがとうございます。